長指令。現状、メダカヶ浜駅前、東条マートメダカヶ浜店。指揮所より中央指令室。5階フロアに要救助者7名あり、はしご車の応援を請う。第3出場指令、クジラ台、はしご車1、2、高所作業車、出場。階段は2階以上が煙で充満しています。ここから要救助者を降ろすのは無理です。了解した。大丈夫だ。ゆっくり落ち着いて、一人ずつ。もう火元はほぼ鎮火しましたから。よそのはしご隊はまだか。ええ、渋滞が想像以上にひどいようで。大丈夫です。うちの作業車だけでもあと6回往復すれば全員降ろせるはずですから。あいつが要救助者を沈めてくれています。あの様子ならみんなおとなしく待っていてくれそうです。よし、上げてくれ。気をつけろよ。火も消えてるみたいだし、そろそろ広報へ取材に行くか。はい。おい、あれ見ろよ。まさか投げ落とす気じゃ。何、おい、まさか。よよせ、バカ。次の人をもたもたすんな。カメラだ、カメラ。はい。ホームマットは要救助者が毎日飛び降りた時のものだろう。そんな救助があってたまるか。俺が辞表を出したところでどうにかなる問題じゃねえな。最後もういい。最後の一人はこれに乗せろ。いや、あんた、どうかしてるわ。やっぱり。マットから連れていく。今度という今度は我々もあいつを守りきれないかもしれません。助けたんだ。ガッツあるぜ、小さな消防士君。なんだ一体、どっかのアイドルが一日署長でもするのか。
市内版に乗っちまったからな。何？この種の爆発事故においては奇跡的に死者重傷者はなかった。しかし本市の取材によると、当事者であるこの消防士はこれまでも幾度か災害現場において命令違反やスタンドプレー的な行為で危険な状況に。退院早々ご苦労だったな。帰ってゆっくり休むんだな。はい。あ、死刑。よそ見していたもんで。いえ。いや、岡野君。ゴミさん。久しぶりだね。自宅謹慎10日間ですか。しかし、今回は随分と辛辣な記事を書いてくれたね。記者クラブ出入り禁止ですか。いやいや。ただ、少々一方的な記事だな。あの坊主だってそれなりの成果を上げているんだぜ。成果？確かに今回もみんな無事に救助されましたがね。彼のやり方はあまりにもめちゃくちゃだ。勘と強運だけで人命救助をしてきたとしか思えない。調べれば調べるほど僕は戦慄しましたよ。本人も含めて死者が出なかったのが不思議なケースばかりだ。これからはできるだけ彼の出場には取材に行きますよ。現場でお会いした時はよろしく。ゴミさん、あなたほどの人がなんであんな危なっかしいのを野放しにしておくんですかね。言葉で言えりゃ苦労はないさ。現状から遠ざかって1週間か。あのバカなことだ。自分だけ火事場に出られねえんで死ぬほどイライラしてるんだろうな。何やってんだお前。あ？犬がいない？歩いて探したってラチ開かねえよ。確かめぐみに使ってないスクーターがあるはずなんだ。甘かすお前取ってきてくれねえか。もう足が痛くて動けねえんだよ。ざけんなよ。割に合わねえよ。あと30秒爆発に気づくのが遅かったら俺死んでたよ。なのに
やってらんねえぜ。ああ、ちょっと茶色い犬見なかったかな。え、犬？ねえ、さっきのやつじゃないかな。道路を横切ろうとしてクラクション鳴らされてた。こいつ、いつの間に松葉杖。そんなに大事な犬なのか。まあな、あいつがいなかったら俺は消防官になってなかったかもしんねえからな。消防官なんかやってられねえんじゃなかったのか。うるせえんだよ。悪いな、もう帰っていいぞ。確かこっちにスクーターが。朝日奈、もしかしてあれ、そうじゃねえか。ジル！俺の防火服。こら！俺はここにいるだろうが！本当にお前、ボケちまったのか？ボケてんのはてめえだろうが。何？そいつは自分の飼い主の居場所を知ってるんだよ。割に合わねえだと？半人前のくせに100年早えんだよ。なんだと？離せよ。てめえ、あの日はうちにも出場がかかってたんだ。渋滞で身動き取れねえポンプ車の中でイライラしながら消防無線聞いてたよ。お前が要救助者を投げ下ろして全員救出の知らせを聞いたとき、俺は思わずガッツポーズしたぜ。やったぜ、朝日奈の大バカ野郎ってな。いつまでもそうしてろ。初日だからね。先生はなんで退院の時来てくれなかったんだよ。ごめんね、いろいろあって。ねえ朝日奈くん。お、君消防士おやめなさい。あなたこのままじゃいつか。なんだよ、何言ってんだよ先生。ごめんなさい、私行かなきゃ。君消防士おやめなさい。このままじゃいつか。なんだよ、落合先生らしくね。火災指令、メダカヶ浜2丁目1番地の住人浜田方出火。より戦国消防火点の東側に現着。
隊が来るまで前に出るなって言っただろ。大丈夫、行けるよ。あれは大吾、待てと言ってるだろ。これはポリタンクじゃ。大吾、さあ消えろってんだ。ポリタンクの中はやっぱり灯油だったそうだ。いいっすよ、植木さんに報告しても。俺必死だったから。23時51分鎮火、23時51分鎮火。メダカガハマ2丁目の火災鎮火しました。どちらは本部。落合先生、大変ね。鎮火が言い渡されるまでこんなに時間がかかるのね。ずっといたのかよ。灯油に引火してたらただじゃ済まなかったんだ。先生が思ってるほど俺半人前じゃねえんだから。先生、君だから不安なのよ。朝比奈大吾くんがこの仕事に就いたから。そうか、そんなことがあったのか。ヒヤッとしたよ。カッとなった時のあいつはまるで何かに取り憑かれたみたいだったよ。自分でも抑えが効かないんだろうな。次はダメかもしれないぜ、大野。運はいつか尽きるものだろう。防災指導って自転車で回るんですか。経費節減、体力強化、一石二鳥とはこのことだな。戦国市民ホール、総客席数1670席の大ホールと467席の小ホールを持ち、去年できたばかりの市民の財産だ。今週と来週はなんとかっていうオーケストラのコンサートが入ってたはずだ。でもこのソファはもう少し非常口から離した方がいいでしょうね。避難時の障害になります。そっか、今日は恒例の。おい大吾、職務中だぞ。そんなに短いスカートが珍しいのか。そんなんじゃないですよ。あれうちの高校の生徒なんです。記者席は舞台の右手にあるそうです。うん、非常口の確認ですか。俺も消防番が長いからな。ちょっと一回りしてくる。はい。懐かしいな。毎年夏になると自主参加で芸術鑑賞会があるんですよ。そっか、今年はこれを見に来てたんだ。あいつは何してるんだ。まさか防災指導なんて言うんじゃねえだろうな。俺は上の階を見てくる。地下の方はお前頼むな。はい。落合先生。先生が引率できてたのか。俺防災指導に来てたんだ。行かなきゃ。そう。じゃあ。で、あの、
エアコンはちゃんと動いてるんでしょうか。はい、そのはずですが。そうですか。城内の冷房が弱いように思ったものですから。非常口の場所を確認しといてください。必ずですよ。朝日奈君。あ、待って。ああ朝日奈君。ねえ、暑くない？冷房効いてるのかしら。ちょっと朝日奈さん。3番の電圧が低いよ。チェックして。はい。かすかだけど確かに焦げ臭い。一体どうしたんですか。暖かい。この向こうはボイラー室か何か。いえ、そんなはずは。それで何をするつもりだ。このホールは市民の税金で建ってるんだ。壊して何もありませんでしたじゃすまないんだぞ。あんたは一体。陽光新聞の岡野だ。東条マートの記事は俺が書いた。貴様、壊して何もなきゃそれが一番じゃねえか。これは火災発生、火災発生。16時57分火災通報。仙石市江南区2丁目3-1仙石市市民ホールより出火。出場指令、中央レスキュー1、2、中央高所1、第二出場指令、メラガガ浜1、メラガガ浜2、クジラ台2。部屋があるんだ。もう一度行く。そこを調べるまでは人命検索は終われない。そこの二人フォローしてくれ。はい、突入。噴霧放水で前方の視界を確保。からビリビリ来てる。そこから放水してくれればいい。どうした、朝日奈。いろんなケーブルが断線して水に浸かってる。俺たちが戻るまでそこにいてくれ。行こう。
平気なのか、あの人たちは。よし、ついたぞ。第二コントロールルームは下の上だ。どうぞ、要救助者一名確保。なんだ。あいつまでも下手ってんじゃねえ。落とすなよ。やっぱり。なんで火点の反対側から火が出るんだ。バカ野郎、この煙の中で明太外すやつがあるか。おれおい、お前ら一旦外へ出ろ。指揮所からの指示だ。仕方ない、とりあえず撤退だ。待てよ、奥にはまだレスキューがいるんだぜ。俺たちがここにいても何もできないから。でも助けなきゃ、人待ってる。いい加減にしろ。ここにいたら俺たちまで。危ねえ。おい、大丈夫か。甘かす。大丈夫か。ヘルメットくれつけやがれ。ホールの反対側出荷。クジラ台2、メダカガハマ1、2、移動。中央レスキューより指揮所へ。ホール東足にて要救助者1名発見。外装はこちらメダカガハマ2、ホール東側の消火栓の位置を教えてくれ。俺のいけないところに行った奴らを見捨てて逃げた。このままじゃ済まさない。生きてろよ、必ずそこまでたどり着いてやる。放水開始。市民ホール火災現場より中央司令部へ工作者の増援を要請。中央レスキューより各隊へ支援情報は客席底部に溜まった水に高圧電流が流れているため、西側入り口からの侵入には注意されたし。支援情報だって自分らが支援される側じゃねえかよ。この壁の向こうにあいつらがいるんだ。下がれ。大悟、聞こえないのか。下がるんだ。大悟の放水を切れ。このこいつ、本当に壊れちまったのか。大悟、こちら東側、4カ所から同時出荷、応援コール。どのポンプ隊でもいい、タンク状態、東側へ回れ。これ以上手間取ると、中の人間が虫が消えてるぞ。
つかませば入れる。シートでぐるぐる巻きにしてその辺に落ちてるもので作ったのか。このイカダをそうだ、この電流の海を向こう岸まで渡ろうとしたんだ。いくらレスキューだって諦めるしかないじゃないか。隊長さん、しっかり出口が開いたよ。さあ、脱出するんだ。誰かいるのか。誰だ。大丈夫か、しっかりしろ。絶対に誰も死なせやしねえ。フル装備の人間が2人、150キロ、まだ2人いるんだ。落ちるか。しっかりしてください。隊員たちを先に。はい、ここは頼みます。向こうにあと2人。分かった、この人頼みます。よし、任せとけ。急げ。みんな生きてるぞ。ボーズの無事は確認されたんだな。ええ、中から無線で。朝日奈、お前ってやつは。4人とも救出されましたが、まだ予断を許しません。病院の方には万全の体制を取ってもらっています。こりゃひどい。それこそあと1分発見が遅れていたら。ゴミ司令、工作者が到着しました。壁面のどこを破壊すればいいのかと。すまない、しばらく待機してくれと。
ひなく。消防官の火事場のバカ力を見てきたが、あいつはちょっと違うんだ。不思議と信じてみたくなるんだよ。ひょっとしたら絶対誰も死なないんじゃないかって。Thank you.